幕が上がるのが本当に今一番の目標かなと思ってます。ギャーギャー森谷君とね、桜井さんのこのういういしさ、こういうの皆さん見に来てくださいね。はい、気づけばもう本番のステージの上なんだろうかっていうぐらいのスピード感で進んでますね。ギャーいや進んでますが、そうですね、ちょっともうギャーで今全部手がないいや大丈夫、食いたいぐらいスピード感で言いまして、ギャー言うたからね、そうです、顔見ますよ、それ飛んでしまう、それは仕方がない、言ってる前に続けてや、はい、すごい、はい、どうぞどうぞ、本当にね、まあ、あとはこうあれですね、感染予防対策をしっかりやって、本当に幕が上がるのが本当に今一番の目標かなと思ってますので、みんなで、本番まで気をつけて、はい、本番目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。この作品のオリジナル版ができたのってかなり時間が経っているものなので、すごくクラシカル要素がもともと音楽だったりストーリーだったり強い作品なんですけれども、今回上演するのはリバイバル版ということで、ストーリーがかなりラブストーリー要素が強くなっているかなとオリジナルよりも感じられます。でももちろんいろんな問題、社会問題みたいなのもしっかり色濃く描かれてますし、普段あまり舞台を見ないという方もすごく気軽に見ていただけるような分かりやすいストーリーになっている、かつちゃんとオリジナル版の、クラシカルさというのもしっかり残っているような、本当に素敵な作品になっているので、ぜひぜひいろんな方に見ていただきたいなと思います。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。フランクリナです。私が演じるミンナイトローという役は、クラブジャプスのスターダンサーで、自由奔放で強い女性なんですけど、スターダンサーということ、スターということで、大先輩の皆さんの背中を見て、吸収できるものを全部吸収してちゃんとスターになれるように役作りしていきたいなって思います。すごくテーマ性の強い作品だと思うんですけど、楽曲はとってもハッピーなものが多くて、世界観がすごくこうワクワクするような世界観なので、こう皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思います。劇場でお待ちしてます。上海ラン役の砂川修也です。そうですね、もう本当に皆さん素敵な、キャストさんとスタッフさんに囲まれて、本当に僕は精一杯食らいついて自分が持てる力をもう100% 出せるように努力するのみだと思っています。で、稽古で気づいたんですけど、なんか自然とこうミュージカル歌って踊ってるところを見て、すごい笑顔になってリズムに乗ってる自分がいて、もうなんか本当にそういう明るい作品だと思うので、これから見に来るお客さんもしっかり笑顔にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。新三役の安田です。コーディネートしたみたいですね。読みがね。はい、僕は陳さん役なんですけども、僕本当普段はヤソチンと呼ばれてまして、後輩はヤソチンさんって呼んでくることが多いんですけども、ジャニーズの 4U というグループのメンバーからはなぜかずっと陳さん陳さんって呼ばれてまして、このお話をいただいた時に 4U のメンバーに。陳さん役来たで、お前らのおかげやでって言ったら、えらい喜んでくれました。こういうの皆さん見に来てくださいね。はい、頑張ります。皆さんよろしくお願いします。何よりもこの作品がロジャーさんのワンサインの作品で、本当に王道のミュージカルだなと思っているように稽古しております。楽曲の素晴らしさはもちろんですけれども、さっきレイカちゃんが言ったように本当にその古風なところと、そして今これを上演するっていう新しい部分が、それこそ本当にミックスした
ような楽しめるミュージカルですし、作品の中では東洋と西洋の、まあ、チャプス混ぜ合わせたその魅力をお伝えするシーンがたくさんあるんですけれども、新しいものと古いものをこう対比しつつもこう混ぜ合わせていく良さっていうものを楽しんでいただけると思いますし、何より本当にお稽古場で皆さんの笑顔が絶えないのが本当に日々私の元気の源になっているので、それをお客様にお一人お一人にお伝えできたら嬉しいなと思います。ぜひ劇場に足を運びください。お待ちしてます。ワンチン役の石井さんと思います。この作品はもうリチャード・ロジャースとね、オスカー・ハマースタイン2世という、まあ、ミュージカルこの100年の歴史の中でも、まあ、屈指の輝きを放つ名コンビ、まあ、今ね、ミュゼラブルとかオペラ座の怪人とか、まあ、新しい作品ありますけど、もう少し前の礎を築いたというか大作曲家の作品で、僕はリチャード・ロジャースさん4本目なんですけども、やらせていただくのがやっぱちょっと風変わりなんですよね。だから誰にもなんか似てない、でなんかそもそもちょっと東洋的なメロディーが好きな方という認識があって、王様と私もね、イルブリンナさんやってて和田健さんやってましたけども、東洋人ってやっぱあったりとか、西洋人の作曲家なのに東洋的な題材をなんか好んでた、だから彼自身もなんかそういうメロディーが好きだったのかななんて思ってます。ですごくシンプルなメロディーに見えてものすごく難しいんですよね。だからなんかこうそこに挑む喜びとかチャレンジ精神もすごく感じております。でこの作品はだからそのジャズ・ゴジャスのあまたの名作の中でも日本ではそんなにいっぱいやられてないみたいで、本当に僕らがね新しいそういうニューバージョンということもありますし、2002年版のリア・サランカさんがやったバージョンのということなので、ニューバージョンとしてね日本にこうフラワードラムソングっていうのが根付いていけたらな、そういうふうになんかなれたらなと思って、やっております。まあ、とにかく今回感じるのはキャスティングが ね見事にハマってることなんですよね。やっぱり古谷君とね桜井さんのこの初々しさ、もうすっかり僕忘れてしまった初々しさを持っていて、いや見事だなと。そしてこうリンダ・ローというねうちの劇場のスターなんですけど、スターにふさわしいものなんていうかな、スタイルとか美貌とか、それから陳さんっていうね、なんかただ歩いてるだけで面白い方がそこにいらっしゃってですねそしてマダム・ヤンさんのこの風格、本当に素晴らしい、なんかエージェント、なんか謎のエージェントで、なんかちょっと怖い人なのか何なのかみたいな、そういうこともちゃんと表現されてるし、砂川君に至ってはですね、いつもちょっとぼーっとしててですね、なんかこう喋りながら夢を見てるような感じのね、そういうキャラクターなんですよ。すごく朴訥としたというか、だからなんかね、みんなこうナイスな持ちを与えられて、なんかこう日々輝きが増している。だからこれがね日本のね今のね苦しい状況ですけれども、県外からどこにも出られないとかいうお客さんもいっぱいいるの知ってますけれども、もし状況が許すようでしたら、本当に夢と希望とね、すごくポジティブな作品なので、そういうのをね、お届けできたらなと思います。ぜひとも劇場にお越しいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。